はい、詐欺師と言ったらちょっと言い過ぎになるかもしれませんけども、ちょっとね、お話しますね。これね、吉田さんもよくね、電話とか連絡いただくんじゃないかなと思いますけども、まあ、何が稼げますかとかね、どうやったら稼げるでしょうかと、今一番熱いものって何ですかみたいな聞き方をしますよね。はっきり言ってね、ブームってあるようで、ちょっとないような気がするんですよね。それはどういうことかっていうと、何なら稼げるかではなくて、自分がどういうふうにそれを扱っていくのかってことなんですよね。で、何が稼げるんですか、FX ですかって言っても、FX の力なければ稼げませんからね。どうやったら稼げるんですか、すぐですか、アフィリエイトですかって言っても、アフィリエイトができなければ、アフィリエイトで利益上げることはできないやつよ。その他にも、様々なものあります。YouTube もそうですけどもね。なんかね、結局、何かをやって、それを自分で体得しなければお金にはならないんですよね。で、それを抜きにして、いや、自分はパソコン苦手なんで人前出るのも嫌なんですけども、でも儲ける方法ありますかって言ったら、どうですかね、やる方法は限られてきますよね。だからね、何が稼げる案件なのかではなくて、自分がその案件を稼げるようにするかどうかってことだと思うんですよ。私は YouTube とかコンテンツ販売とかアフィリエイトとかで利益を上げてきましたけども、だから私に聞けばね、誰でもできると言うんですよ。でも、誰でもできるとは言いながらも、取り組む人一人のポテンシャルっていうんですかね、能力って違うじゃないですか。だからそれに関してはね、もうどうしようもないですよね。理解力の差とか行動力の差とか財力の差とか余剰時間の差とかね、いろいろあるわけですけども、まあ、だからそこをついてくるんじゃないですかね。あなたは何もしなくていいです、儲かりますよみたいなこと、皆さんね、すごく期待してるんで聞いちゃうでしょ。いや、これ M 資金ってのがあってね、あなたに融資することが決まりましたってね。やっぱり話が大きすぎて、深く考えないし、考えても分かんないし、そもそも相談する相手いないですよね、そんなことになると。まあ、ですんで、自分で見極める力が必要だと私は思うんですよね。で、詐欺師ってのはきっとあなたのそういった心の隙間にね、入ってくるんだと思います。毎日10分やれば OK ですよとかね、最初の3万円ぐらいで儲かりますよとかね、言ってること支離滅裂なんですよ。FX 毎日5分10分じゃダメですよ。それは上級者になってくれば5分10分でトレードできますけども、駆け出しの頃って5分10分じゃとても足りないんで、1日30時間ぐらいやらないとダメですね。だから、そういうことを、まあ、誠実っていうかね、まともにやってるビジネスマンっていうのはここまで言うんですけども、詐欺的なことをやってる人っていうのはそこまで言えないですよね。なるべく自分が楽をして稼ごうと思ってるのに、他の人に楽をして稼ぐ方法を教えるわけないんですよ。だから仕事は大変なんだよってことを集団幻覚に陥った方がいいわけですよね。だから、どの案件に乗るかではないんですよ。その案件をあなたが使えるかってことなんですよ。それが稼ぐ秘訣です。詐欺師に引っかからないようにするためにも、これもあれもそれも自分でやってみようかなとか、人に頼むほどじゃないかなと思いながら進めた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。